孫悟飯、正しいことのためにた戦うことは罪ではない。精神を怒りのまま自由に解放してやる。気持ちはわかるが、もう我慢することはない。俺の好きだった自然や動物たちを守ってやってくれ。頼んだぞ。余計なお世話だ。出来損ないめ。カメハメハ。もう許さないぞ、お前たち。まさかこの私を倒せると思っているんじゃないだろうな。倒せるさ。
せる。お前はもう終わりだ。ふん、大きく出たな。では見せてやるぞ、このフェルの真のパワーを。それがどうした。しちゃいけないのか。お前だ。よし。うわ。この私のパワーは完全に諦めろ。なぜだ。なぜこれほどのパワーが奴に。まだ。おめは刺さないぞ。お前みたいなやつはカルシロティやらなきゃ。吐き出した。戻った。完全体じゃなくなった。つまらない。それじゃお前も、もう終わりだな。許さない。何をするつもりだ。まずい。貴様らはもう終わりだ。あと1分で俺は自爆する。俺も死ぬが、貴様らも全部死ぬ。地球ごと全部だ。なんだと自爆く。そうはさせるか。この俺に衝撃を与えれば、その瞬間に爆発するぞ。あと30秒だ。どうすんだよ。なんとかしないと。ダメだ。もうどうしようもない。あと10秒。ダーやっぱどう考えてもこれしか、地球が助かる道は思い浮かばなかった。悟空、お前、まさか。バイバイ、みんな。ここまで、よくやったな、ゴハン。すごかったぞ。お父さん。
さんにすまねえって言っていてくれ。わ、悪い海王様、ここしかなかったんだ。くそー、消えた孫悟空の木が。どこに行ったんだ、セロア。終わったな。お前と悟空が終わらせたんだ。頑張ったな、ごはん。でも、お父さんは。悟空は満足そうな顔をして死んでいった。お前の成長が嬉しかったんだ。さ、もう帰ろう、ごはん。この木は、当たったのはトランクスか。なぜ私が生きているのか驚いているようだな。いいだろう、教えてやる。私の中には小さな塊がある。その塊が破壊されない限り、この体は再生され続けるのだ。再生された時、この体はただの完全体ではなく、孫悟飯のようにはるかにパワーアップしていた。これはおそらく、生死の狭間から救われた時、大きく力を上げるというサイヤ人の細胞がそうさせたのだろう。それに私は孫悟空の瞬間移動も学習できた。つまり、より完璧になって帰ってくることができたのだ。孫悟空は私を倒すどころか、いろいろプレゼントしてしまったようだな。貴様、よくも、トランクス。くそ。ベジータさん、砕け散れ。何が惑星ベジータの王子だ。次は貴様だ、孫悟飯。などできん。終わるのはお前だ。What?
ーは残ってないようだな。私が強くなりすぎたのだ。遊びはもう終わりだ。地球ごと消えてなくなれ。どうだ、地球どころか太陽系すべてが吹き飛ぶほどの気力だぞ。
お父さん、みんな、僕はセブを倒すことができなかった。お父さん、みんなの仇を取ることができなかった。本当に、本当にごめんなさい。ごはん、諦めなんてねえだろ。お父さん、おめえもセルみてえに思いっきりカメハメハをぶちかましてやれ。そうすりゃ必ず勝てるさ、絶対だ。だけど今の僕は片方の腕しか使えないし、気だってもう半分以下に。大丈夫、勝てる。自分の力を信じろ、ごはん。おめえの力の全部を出し切って爆発させんだ。最後に見せてくれよ、俺たち二人で作った力を。はい。さらばだ、孫悟飯。今だ。すげえ、本当にすごかったぞ、ごはん。やったな。信じられねえよ、助かったんだ俺たちは。すぐにデンデのところに連れてってやるぞ。センズがなくてもあいつに触ってもらえばバッチリだ。よし、行こう。手を貸してやるぞ、ベジータ。余計なお世話だ、勝手に行け。貴様の助けなどいらん。そうか。完全にやられた、あいつら親子に。あんな死に方しやがって。俺はもう戦わん。なんだったんだあいつらは。ミスターサタ、一体セルはどこに。え、さあ、セルは、私が倒しちゃったかな。え？ああ、あいつらがつまらん光の玉のトリックでダラダラやってたもんだから。イライラした私がいい加減にしろっつって、ビシッとセルをぶっ飛ばしてやったのだ。はあ。他の連中は？わ、私に礼を言って帰っていったよ。素晴らしい。で、では地球は
セルの魔の手から救われたのですね。そういうことだ。お聞きになりましたか、世界の皆さん。ミスターサタンのおかげで。ここは神様の神殿だよ。大丈夫だ。完全体になったセルはご飯が倒した。ご飯が？そうだ、とんでもねえ強さだぞ。お前が暴れたって全然無駄だ。クリリンに礼を言うんだな。セルから吐き出されたお前を懸命にかばった。いや、ただなんとなく放っておくわけには。あ、そうか、わかった。クリリンさん18号好きなんだ。 はっきり言うな。ふざけるんじゃないよ。手でも握ってほしいのか、チビのおっさん。あの野郎、助けてもらってなんだ、あの態度は。ぶっ飛ばされんぞ。お前には無理だ。そんなことより早くドラゴンボールでトランクスや殺された人間たちを生き返らせるのが先決だ。そうだな。なぜ急に暗く。なんだあれは。セルに殺された人たちを生き返らせてあげてください。たやすいことだ。ここはやった。やはり孫悟空の気は感じられない。二つ目の願いを言え。孫悟空をなんとか生き返らせることはできませんか。それは不可能だ。孫悟空はすでに死んで生き返ったことがある。他の願いを言え。やっぱり不可能だってよ。いや、きっと何かいい方法があるはずだ。考えろ。みんな、悟空だ。悟空？あの世から喋ってんだけど、ちょっと聞いてくれ。メイにブルマから言われたことがあんだ。このオーラが悪い奴らを引きつけてるんだってな。考えてみっと、確かにそうだろ。だから
オラがいねえ方が地球は平和だって気がすんだ。別に犠牲になろうと思って言ってんじゃねえぞ。オラ地球を救ったりしたから特別扱いしてくれるんだってよ。普通は魂だけになっちまうんだけど、オラ体をつけてくれるってさ。それによ、あの世には過去の達人とかもいてさ、結構楽しめそうなんだ。だからよ、父やご飯には悪いけど、生き返らせてくんなくていいや。ご飯はすでにオラよりしっかりしてるしな。そんなことないよ、お父さん。というわけだ。じゃあ、いつかおめえたちが死んじまったら、また会おうな。バイバイ。なんか、あいつ死人のくせに明るいから、あんまり悲しくなかったな。どうした？早く二つ目の願いを言え。それとも願いがないのか？そうだった。しかしどうする？何を叶えてもらうんだ？シェンロン、人造人間の17号と18号を元の人間に戻してやってくれないか？それはできない。二人の人造人間は私の力を大きく超えている。やっぱりダメか。なんで17号まで？あいつは死んだんじゃねえのか？いや、一つ目の願いで17号も生き返っていて不思議ではない。じゃあせめて二人の体の中にある爆破装置を取り除いてやってくれないか？それならば可能だ。よし、二人の爆破装置は取り除いたぞ。ではさらばだ。クリリンさん、どうして今のような願いを？だってよ、かわいそうじゃねえか。体の中に爆弾があるなんてさ。なぜ17号の爆弾まで取ってやったんだ？18号にはやっぱ17号がさ、お似合いだろ。恋愛というやつらしいな。わからない。バーカ。え？17号と私は双子の兄弟だ。だからってその気になるなよ。爆弾のことだって感謝なんかしてないからな、タコ。またな。おい、またな、なんつったってことは少しは希望が出てきたんじゃないか？さっぱりわからない。嬉しいのも半分くらいかな。やっぱ悟空がいないと寂しいや。さて、俺はもう帰るとするか。チャオズが心配してるだろうしな。そうだな、俺たちも帰るか。トランクスさんはいつ未来へ立つのですか？今日一晩ぐっすり寝て明日立とうと思ってます。じゃあ明日見送りに行くよ。ピッコロさんはここで暮らしていくのですか？ああ、そのつもりだ。時々遊びに来てもいいですか？もちろんだ。じゃ、またね、ポッポさん、デンデ。本当に遊びに来てね。
お父さんが。ああ、お前が殺されて相当頭にきたんだろうな、あいつ。なりふり構わずセルに向かって行ったんだ。そうですか。お父さんが。それでは。さよなら、トランクスさん。向こうでも頑張ってください。ゴハンさん、俺、頑張ります。ありがとうございました。どうか、皆さんもお元気で。気をつけるのよ。元気でな。またな。オス、オラ悟空。セルをやっつけてやっと地球に平和を取り戻した。あれから7年も経ったけんど、みんな元気にやってっか。ご飯もでっかくなったみてえだし、久しぶりにみんなと手合わせしてみてえな。次回ドラゴンボール Z 復活の魔人ブー世界の果てまで超決戦、絶対遊んでくれよな。ごはんちゃん、まだそんな格好でいるだか。うん、お父さんが死んでからちょっと考えることがあって。ごはんちゃんがそう言うなら仕方ねえけんど、おっかあはその不良みてえなスーパーサイヤ人は好きじゃねえからな。ごめんなさい、お母さん。はあ、ごはんちゃんもいつの間にか大きくなってどんどん悟空さんに似てきただな。そうかな。まあしばらくはごはんちゃんの好きにするといいだ。でもちゃんと家では勉強もするだぞ。いいな。うん、ありがとう。とは言っても何をすればいいんだろう。
ちょっとピッコロさんに相談してみようかな。やっ、こんにちは。ありがとうございます。じゃあな。
勉強しなきゃな。ここヤムチャさんの家だったんだ。近づけたかな。